大谷、何も言えねえ。ドジャース、大谷翔平投手が、ロサンゼルスタイムズ紙の取材に答えた。同紙によると、ディラン・ヘルナンデス記者が試合前、水原氏が銀行口座にアクセスし、何百万ドルもの送金が見逃されたかを知っていたかを尋ねると、捜査中なので、だから何も言えないと返答。25日の会見については、現時点で言えることは全て話したと、日本語で回答した。何も言えねえ。捜査が数年かかるなんて、話もあるな。一平は即解雇されたのに、大谷だけ、裁判の判決待ちするかよ。元 IRS の捜査官の話ね。水原の借金もまだあるらしいよ。捜査中なのに、ベラベラ言う奴は本当にバカだからな。言わないと、知っていて聞いてる方も方だし、なんなんだか。弁護士の指導が入っているはずだから、窃盗は間違いない。一方で送金の手口をぼかすのは、口座の管理に落ち度があったから。落ち度があったら次からは、気をつける程度やぞ。しつけいな捜査中に話せるかよ。警察が動いていて大谷も、協力すると言ってるんだから黙ってろ。クソ半日目。弁護士と相談して、このことだけでも答えられないもんなのかね。じゃあなんで会見なんか開いた、だよそこで水原を窃盗犯だと断言しておいて。一番疑われてるのが、大谷が賭博に手を出してるってところだからだろ。仮に事件がなくても、一平はギャンブルで数億借金作った時点で積んでね、だって自己破産できないよな。しかも違法だし。喋るのを当局や弁護士から止められてんだろ。何も言えないってことはそういうことか。関係者が捜査中は、すべての人が、この対応日本でも、同じ弁護士からも、捜査機関からも必ず口止めされる。